こんにちは、タビニャンです。今回はエッグスンシングスさんにハッピーハロウィンのパンケーキを食べに行ってきました。ハロウィン限定のパンケーキ、今一番上のかぼちゃがないんですって。こんな他にメニューもありました。スイートポテトラテも美味しそうだったので頼んでみました。シロップもいっぱい備え付けがあって嬉しいです。アイススイートポテトラテ、10月1日から31日までの限定商品なんです。上には甘いホイップがたくさん、そしてね、黒ごまもかかっていて、キャラメルソースでしょうかね、かかっていて、ちょっと岩塩なんかもかかっている感じで、塩味もあるんです。まずは上のホイップだけをいただいてみました。こちらコクがあってとっても美味しいんです。一番下はさつまいものペースト流し込んでいるようで、さつまいものつぶつぶ感もありました。真ん中はクリームのようですね。そして上はコーヒーのようでした。何層にもなっていて実に楽しいラテです。よくかき混ぜてみると、甘じょっぱい蜜とホイップクリーム、カフェの味が相まってとっても美味しいです。ただいま上のかぼちゃが品切れということなので、イラストで足しておきました。こちらも2022年10月14日から10月31日までの限定販売です。とっても美味しそう。お菓子なんかもね、たくさん載っていて、ホイップクリームがたくさんで、とってもワクワクします。パンケーキは小ぶりなんですけれども、何枚も載っていて、すごくボリュームありそうです。ではいただきます。このね、山盛りのホイップクリームがたまらないですよね。パンケーキの色がとっても濃いオレンジ色に見えるので、これかぼちゃのペーストが練り込んである、かぼちゃペーストのパンケーキなのかなって思いました。たくさんね、お菓子が載っているんですけれども、これはオレオですね。オレオクッキー、一緒に食べてみたらクッキーのサクサク感もあって、とても美味しかったです。マシュマロですとかプレッツェルとか、クッキーってパンケーキに合わないんじゃないかなと思っていたので心配していたんですけれども、このね、マシュマロもふかふかで、甘さ控えめなホイップやしっとりとしたパンケーキと実によく合っていました。この紫色のクリームなんですけれども、紫芋を使ったクリームのようでした。そして血に見立てたストロベリーのソースがたっぷりとかかっていて、お芋のほっこり感とストロベリーの甘酸っぱさと、生クリームのコクやクッキーのサクサク感や、そしてこのマシュマロのふんわり感、プレッツェルのカリカリっていうのと、チョコレートもトッピングされていて、ハロウィンらしいパンケーキです。パンケーキいくつ入っているのかなって思って数えたら、小さいパンケーキだったんですけど、7枚も使われていたんです。この他にね、もう少し食べれそうだったらハンバーガーやエッグベネディクトも頼みたいなって思いながら食べております。紅芋クリームやクッキーやプレッツェルが乗っているところは、このクリームの味を生かしてホイップをつけながら食べているんですけれども、ホイップの下敷きになっているパンケーキには備え付けのシロップをかけて食べてみたいなって思っているので、お皿をくるくる回しながら食べているんです。10月ハロウィンだからといって特別何をするっていうことも全くないんですけれども、このハロウィンのおかげでハロウィン限定商品のケーキですとかパンケーキですとか、いろんな商品が売られているのがとっても嬉しいです。ハロウィンってなんでかぼちゃなんでしょうね。かぼちゃ大好きなので大歓迎なんですけれども、アメリカではもともとカブを使ってランタンを作
作っていたんですって。それがアメリカでは株をあまり食べないので生産量が少なくって、代わりにかぼちゃが多く収穫されていたから、かぼちゃを使ってハロウィンを演出しているんですって。ハロウィンはかぼちゃとイメージが定着していたそうなんです。そもそもハロウィンっていうのは古代ケトル人の宗教的な行事が発祥とされているんですって。ケトル人にとって10月31日は1年の終わりの日であり、秋の収穫祭の日であり、祖先の霊と悪霊がやってくる日だったそうなんです。この悪霊を払うために魔除けとして使われたのがカブテ。ケルト人はハロウィンの日にカブをくり抜いて焚き火を焚いたり、仮面を作ったりして悪霊から身を守ってきたそうなんです。現在でもアイルランドやスコットランドではカブを使ってランタンを作っているそうなんです。ハロウィンというとジャック・オー・ランタンって有名ですよね。ジャック・オー・ランタンもカブだったんですって。ジャック・オー・ランタンの由来はアイルランドの昔話、悪魔をも騙す悪い男、ジャックなんだそうです。ジャックは生前、自分が死んでも地獄に行かないという約束を悪魔と交わしますが、死後悪さばかりしていたジャックは天国に入れてもらえません。悪魔との約束があるので地獄にも行けず、行き場をなくしたジャックの魂は暗い道を歩き続けるだけ。悪魔からもらった火を株の中に入れて提灯を作り、提灯ジャック、すなわちジャックオーランタンとなったそうです。備え付けのシロップ、ココナッツやガバ、メイプルシロップをつけながら食べているんです。ガバはパパイヤやマンゴーと並ぶ南国の果実の代表的で、とても甘酸っぱくて美味しいです。次にココナッツをかけてみたんですけれども、ココナッツの甘い香りとコクのあるココナッツの穏やかな味で南国気分を味わえます。一番最後にはやっぱりメープルシロップがなんといっても美味しいです。メープルのほろ苦さがたまらないんですよね。やっぱりメープルシロップって高価なものなので、他のお店ではこんなにたくさんメープルシロップテーブルに備え付けてあるところってまずないんですけれども、Xシングスさんではいろんな味のシロップがふんだんに使えるっていうのもとっても魅力の一つです。パンケーキにはぜひガバやココナッツ、メープルシロップをかけて食べたいと思っているので、Xシングスさんの新商品もとっても楽しみです。ごちそうさまでした。一番最後にはこのラテをいただいております。すべて混ぜていただきました。全部で2530円でした。ハロウィンの飴もいただきました。ハロウィンやデカ盛りホイップパンケーキバイタビニャン、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、ご登録お願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。